はい。もう12月って言ったね、もう今。うん。ファーストライブ。えあ、25日は、えちょっと待って。待ってクリスマスの東京予選ってさ、リエラとかぶってないこれ、あえて合わせてきてんのやったらすごいですよ。あかん、全然集中できてない。いやーすごい。なんかエモいな。ほんまかどうかわからんけど、意識してんのかわからんけど、そこ被せてくるんやったらだいぶ熱い展開ですよね。 ゆうちゃんの様子がおかしいはい、始めました。あ、エール、エール。やりましょう。あ、おせつなちゃん言うてる。もう生徒会長言うてへん。やっぱり絶対そうやと思ってた。その日、日火が被るみたいなことではないが、参加するかせえへんから話か。いいですね。高め合ってもろて。いやー、ちょっと待って。熱いな。でも、もう心意気はバッチリ。いや、 その、姉からしたらなまジ、あ、で心配かもしれんけどもここもうラブライブってそういうもんやからおっまさかリバースこリバース来たってこれ来るんちゃういやワンチャン来るんちゃうこれここでリバースここでリバースあっだからえまさかあのソロ曲の CD いや箱には入らんよなあっ最後のアルバムのカップリングワークが残ってる えちょっ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 おっ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 あやっぱり一人一人こう夢がいやでもいいと思うよやっぱりそのやっぱり自分の好きなことすんのがあかん言葉が出てこんなまあでも本当もうほ本人の気持ちが多分一番やから絶対それはないやでもさゆうちゃんも絶対気にはしてるんよな どうしよっかなーってこう、変な話こう、またちょっと悩んでるところはあると思うよ。ああああああ。出たラは <laughs> <laughs> リー・ハルカーっつって。やっぱこういうとこめっちゃ好き。ほんまに。いやーまあまあまあ。挑戦するときは誰でもそんなもんですよ。まあなんかやっぱちょっと、後ろめたさみたいなのはあるんやろうね。ああ、逆に期待しちゃってるってことかな。いいですね。あまあちょっと、 今回ちょっと口数少ななるなちょっとなんかすごい、なんだろう、今までのなんか、その、エモい感じとかがなんかすごい、中で、なんかぐる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 回ってる。ラブリーハルカ。でかすぎるわ、それは。サイズ的にでかすぎる。どうやって持って帰るの、それ。うん、乾くまでも時間かかってます、うん。お、どないしあったんもうさっきだって、ゆうちゃんの話聞いた後に、そのままポムーの話来たもんな。あー。 まあでも確かに誰もと予想してなかったら、ポムーの方が短期留学するっていうくだりな。いや、ゲームやったらユウちゃんがし、まあ主人公ポジションが短期留学するみたいな話やねんけど。まあある意味どころかもう正しかったよね。やっぱりランジュは最初から先見てたまであるから、え、ね、え、かちゃんも考えること、<laughs> 頑張って持って帰るんやな、それ。なんか板挟みよな。おお、怖い怖い怖い。へへへ。かわいい。 あ、もうこれ、ちょうどええもんがあるやん。ちょうどいいタイミングで、まあ追い詰めはられるわな。そうなんよな。ああ、涙ですよ。あ、なんかもうすでにちょっとなんか劇場版みたいなノリにはなってきてるよね、もう。なんか、サプライズ的なノリなんかな。あ、だからエールか。え、なにラブライブうわ、ええー、とこ使うな、しののめ。 この空気感なあ。あ、言われるや。いや、待って、もう素敵すぎん、これ。いや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 。え、待って、じちゃんってそういう立ち位置なんや。もう、待って。いや。いや、なんだ、じ素敵すぎん。うーわ。 え、待って。ちょ、待って。ましてラブライブしてる。ましてラブライブしてる。ましてラブライブしてる。いや、でも、変な話さ。いや、でも、一応ラブライブに携わってるやんか。いやー。ちょっとごめん。あの、すいません。あの、言葉が出てこない。<laughs> うまく言葉が出てこないです。 いや、なんなん、応援する側なんや。これ、これ、ラブライブ。いや、そうなんよな。こういう、どうしてくれるのよな。いや、もう、天才すぎる。さすがにもう、コメント忘れて見入ってしまうもん。ええー、ね、失敗は誰でもする。攻めよう。誰も止めるやつなんておらんよ。 よっしゃ。余裕だう行き、行きも、行くとこまで行ってきも、それでそれでええよ。だからスクールアイドルをやっぱり広げようっていう、この気持ちがないや、強いや、あの、ポテンシャル高すぎる。強すんぎ。え、これさえ、でもさ、いや、変な話。 もう石的に多分もう今日リバースすることは C パートでもないだろうけど。で、セカンドの下り、いやだから、もう最終回。要するに最終回ですよ。最終回の衣装で、はっきりするまである。え、でも待って。衣装いや、衣装ってそもそもあったっけに、二の、二個目の下りって。いや、わからんけど、わからんけど、次、次の多分おそらく、あれでわかるんじゃないかな。アニメの多分、で衣装が絡んできたら、それでわかるんじゃないかな。

いや、なんかあのね、一説によったらなんかあのさ、フレ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 ここで歌うんじゃないかみたいな考察は立てられてましたけど、もう、そのエールの規模が違うじゃん。ラブライブに立ち向かう、友達、ね、一緒にやった仲間を応援するっていう。天才やもう、天才や、ほんまに。 いや、もう響け、ときめきはもう、さ。いや、これさ、もうエモすぎて吐きそう。それなうん、に、うん。ライブやって留学を送り続けるやつな。うん。いや、もう響いてんのよ、心に。いや、もうそれな、間違いない。うん。いやー、これね。まあ、フィブスで劇場版は3期の発表来たら、お前それ、みたいな。いやー、なんかねー、そのー、まあ、 いや正直、まあ、一つ、あのー、疑問、疑問というか、あらやらら、来なかったなっていうのは、やっぱりリバースですね。リバースのフラグは立てたけども、いや、そこまで多分、まあ、使う尺はもちろんなかったやろし、まあ、ワンチャンないまであるんかな。でも、逆に言うと、もう、このリバースの曲を、次の輪で打たない限り、変な話、じゃあ、どこでリバースの曲打つんですかってなってきた時に、変な話、まあ、3期ワンチャンつなげるっていう可能性も全然あるっていうわけで。 わかんないよねそこだからもうポジティブに考えたら全然つなげれる要素はいっぱいあるっちゅうことでもしかしたらもうギュッてギュッてギュッてしてもう次の最終話でもうリバースの曲もやり全員曲もやりみたいなもうてんこ盛りもうモリモリでいくかもしれへんうんだからもう本当にねちょっとこれはもう何でもわからないですけどでも今日は本当にねもう正直なんだろう変な話感想みたいなことはねもう作中流れてる間にめちゃくちゃ語ってしまったんですけどやっぱり。 これが、虹ヶ崎ならではの立ち位置。そう。いや、最終的にさ、だって最初の方はさ、一期もそうやけど、虹ヶ崎ってやっぱラブライブには関わらないっていう路線で言ってたのよ。でも、変な話、それって、まあ、シリーズタイトル的に一応ね、虹ヶ崎、ラブライブ、虹ヶ崎スクールアイドル同好会っていうタイトルが続いてしまっているがゆえに、ラブライブに触れないっていうのは、 それは最後までそ,その路線で行っていいんかと思ってたけどまあ2期からちょっとラブライブに触れてきたよねまあそのカナタちゃんのハル妹のはるかちゃんがやっぱりそこに、えー、まあラブライブに出場するっていうまあ下りでただ虹時は出場しませんじゃあどうするんですかってなってきた時にそのなんだろう応援する側でラブライブに携わるっていうなんだろうもう切り口というかもう切り返しもうねいやもう天才の何者 でしかない,なかいやもうねいやもうこんな予想ができひんかった俺はだからもう完全にそのエールって言ってもえ何をどうエールするんでしょうかみたいなもう謎しかなかったもん、うん、いやだからこういうだからもうはるかちゃんのコツに出してきてこういう路線に持ってくるっていう方法にまず思いつかないよね、うん、誰が予想できましたっていう話で。 あのー、これも来週最終回。最終回ですよ、もう次。あっという間ですね。ここまで来たらね。もうにじちゃんのもう有姿、最後までもうちょっと見届ければなと思いますんでね。もうなんか今日はもうなんかちょっと見てて疲れちゃったよね。今日多分いつもよりも口数が少なかったと思う。もうなんか、エモいな。でもなんか、その、なんだろう、う終わってしまうんかみたいな葛藤ね。もうみんなもあると思うよ、もちろん。みんなもあると思えも、もう、もう、もうすぐ もうこれ次最終回に行っちゃうのみたいな。なんかそういう気持ち含めながら見ちゃってたよね。まあ、最終回どんな切り口で、えー、まとめてくれるのかっていうところがね。はい、気になるところで、えー、また来週、あの、最後ですよ。もう一緒に皆さんと、えー、ニジちゃんを、最後の最後まで、一緒に応援できたらなと思います。ということでですね、今回の放送ここまでさせていただきたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。レーギャルンでございました。 今回の動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそしてこちらの動画もおすすめになってますぜひ他の動画も見に行ってみてください